金も高そうやし、2回目行ったらなんか数十万ぐらい使わされそうでちょっと怖い。マジで緊張する。それ初めてやもんな。マジで緊張する。60分3000円になってまして、半物飲み放題になってます。何なの？もし甘いのを好きでしたらスラッと使ってください。こちら男物となっておりまして、お好きなキャスト2名ずつお選びいただけます。選んだらどうなる？お選びいただいたキャストが、お客様のためにつけてます。どうしよう。はい、いいかも。3秒で、はい、ではスタートの方までいきます。はい、どうぞ。失礼します。失礼します。岸です。初めまして。緊張します？めっちゃ緊張してます。初めて来たんですよ。そうなんや。はい、緊張するタイプの人間じゃない。あー、緊張しなくて大丈夫。はい、本当。あ、笑顔素敵だね。可愛い。よく言われるんですか？言われないです。言われないです。ありがとうございます。まあまあ言うてきたらだね。まあでもこれ最近作ったんやけど、分厚い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 って言われて、確かに分厚すぎてやめてよ。ここちゃん、ここ置いて。ここ置いて。すごい。何を？喋りが。喋りが？まあ僕あれなんですよ、マグロと一緒で喋り続けない。じゃあ、はい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 。え、でもめっちゃ目綺麗だね。うん、ありがとうございます。何のもめてくれる。さあ、うん、まあめちゃくちゃ目薬させてきたね。あれ、綺麗でしょ。はい。うん、なんか微妙な笑いだね。面白い。本当ですか？全然面白い。どうしてだよ、見た目とか。見た目は面食いの顔するけど。それ以外どういうジャンルのイケメンが好き？王道イケメン。王道、じゃあ例えばジャニーズやったら山田涼介。そうです。あの、真ん中のそうです、センターが好きなの。何話男子やったらミッチーとかね。ジャニーズ好き、もしかして。ジャニーズ、まあ別にでもな、あ、そういうゲームだから。そう、ミッチーはもうど真ん中、王道行きます。王道じゃない？そんなことない。王道、無理やりか、無理やりか、すごない？あ、はい、なるほど。めっちゃ笑い。いや、あの二人ね、よう喋るからいいのよね。空気感もなんか入りやすない。あの二人緊張されないというか。うちの子たちはワイワイな子多いね。めっちゃカッコつけてみたいなんていうよりも、なんかよう笑かしとる感じの方が多い。缶も飲み放題にしとくと、そのまま飲み直しとかにもなりやすくて、そのまま勢いでいっちゃおうかみたいな。飲み直し1万円からありますね。1時間とかなっちゃうけど、1万円やと3万円とかでやってもらったら、あの飲み放題で90分乗れるんで、ぜひ。もうなんかお隣の姫、チラ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 ずっとこっち見てくる。多分俺のこと。チャラいって。チャラいって。なんで本当に、あの透明感の可愛い姫がいるから、結構笑ってくれるタイプなんだね。めっちゃおもろいです、今。本当ですか？楽しい。うん、楽しいでしょ。でももっと楽しいよ。締めとかしたら、マジで。ホストマスター、行ったことあんまないって言った割には、そんな緊張とかしてないんじゃない？え、それは、本当ですか？喋りやすい、青毛ですか？やってますね。写真集もしてくれますね。誰ですか？逆ですよね。逆ですよね。名刺は。ポンコツの CM。
名刺は黒。上がること好き。あー、スペインの話を見てる。誰？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 ルー、お姉ちゃんがイーガールやった人。あ、わかった。藤井流星。藤井流星。あ、よくメイって言われます。何に似てます？似てます。何に似てると思います？一個めっちゃ言われるのあるんですよ。あります。映画出てる。映画出てる。え？映画出てる。めっちゃイケメン。結構イケメン。あの年寄って知ってる？なんで？あのジュオンジュオンのさ。似てないやろ。真っ白の子供ジュオン。ジュオンの子供ね。ああじゃん。似てるやん。ほら。似てるやん。似てるやん。タトゥーとか入ってる人いけるの？いける。入ってんの？それ結構入ってます。見せろってよ、タトゥー。まあ、なんか結構いろいろ入ってるんですけど。かっこいい。けど、かっこいい。イェーイ。あ、出ました。え、なんかこういうの見たことある？ジーバロがあるってね。あら、あら、あら。コンビでは背中に長安の守り入ってますから。長安の守りは。言わんといて、お前。今日はあの守り入ってるからやっぱりだやっぱりだタトゥー好き。何？チワワでもいい。チワワでもいい。チワワでもいい。喋りすぎて乾杯してない。喋りすぎて乾杯してない。あの二人はねイケメン組ですね。陽キャ陽キャ陽キャイケメン一押しです。うちのお店の先月度のナンバー2とナンバー3じゃない。顔で売ってます。お酒飲むと手触れるから嫌なの。あるっちゅう出てるよ。これもうやばいです。応援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 でも高そう。160。でも高い男の人だ。そう。いいね。178は高いんだ。高い。どうせやったらマジあと2センチ欲しかった。やっぱ出会って初めてやから。じゃあいけない。例えば、なんか好きなもん当てるといいね。他にね。そう。これで揃ったら、もうなんか結構相性いいってこと。面白い。やる。一回じゃあ、好きな食べ物。なんか初回。お前から。せーのって言うか。本当に初めて来て。せーの。楽しい。あ、そう、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 え、マジで俺愛想いい。愛想いい。やばい。あんまりみんな好きじゃない。俺初めてアボカド一緒に。あ、もうじゃあアボカド専門店行ってください。俺アボカドパーティー呼ぶよ今度。アボカド好き好き好き。アボカド好き。もうやばいやばい。ありがとうございます。一回落としといてね。あげていくタイプやから。緊張しますホストクラブとか。ちょっと緊張します。僕の方が緊張してるかも。どうしよう。胸が動いてる。やばい。赤ちゃんちょっとね、しずき強めだから、ね、なんで名前ベイビーなんですか。これ僕あだ名なんだよね。ずっとあだ名で赤ちゃんって呼ばれてて、ちょっとベイビーになったみたいな。ベイビー。そう。お酒弱い。この名前にしてて。どう思う？頑張るしかないと思う。でもね、飲んだ方が楽しいじゃん。確かに。酔ってます、ちょっと。ちょっと酔ってる？いっぱい飲んじゃってる。飲んじゃった？いや、やっぱりザ・真面目一期とナンバーワンのベイビー。ダントツ1位だからね、ベイビーはずっと。キャラ強い2人やね。V 系と可愛い系のお二人でございます。で、二人とも緊張しいなんで、あんまり声聞こえてこないですね。ちょっと待って。ダメだねえ、撮影ダメだ。ベイビー何してんの。汗が止まんない。ベイビー、あの撮影入ると汗止まらんくなるんですよ。いつも言ってます。みんなで話そう。じゃあ優勝
よでもね全然ねわーすみませんお待たせしましためちゃめちゃお待たせしましたはいあんまりやばい。え、めっちゃ肌綺麗ですね。ほんまにやばい。ね、なんでそんな緊張しないの？逆に。今日もう普通に楽しんでるもんな。最高やな。楽しんでます。楽しい。汗かいてる。やばいよね。やばいよね。ほんまにやばい。え、じゃあ初めての割には楽しそうで。めっちゃ面白いです。よかった。ほんまによかったくて。もうお笑い担当やからさ面白いそうありがとうございますどうしようめっちゃ迷ってるな、うん、そう、まあ、歌舞伎町はあんま出てないけど大阪は月に10回ぐらいは出勤して、なんなら写真指名入ったらつきますよ、紹介大阪は一押しなんで、今、大阪写真も OK です、気分でつく、まあ、全部つくわけじゃないからだから、ある程度売ってますナンバーは入ってないんで、まあまあ、500ぐらいは売ってますよ、毎月やっぱ本物は二度咲くっていうからねなんか真面目な子を作りたいなと思ってるからなんかバカみたいなねとか女泣かして金稼ぎたいですみたいなやつらあんま作りたくなくて結構人間教育みたいなメインになってるねそのもしホスト辞めた後にもなんかつながるというか人間力さえ高めとけば他の仕事できるっしょみたいななんかそういう意味合いでお店作ってるから真面目な子多いようちは いい子たちいっぱいおるからほんまにぜひお待ちしてますそうなんですよ。よく聞いてくれた。なんとあの6月16日から南の熊という新チャンネルが始まるんで、この大阪店がこれから流行っていく様を撮っていこうかなと思っております。素人集団やから、その子たちの子がホストになっていく感じをお届けできたらなと思っております。やっぱみんなオープンからいてくれる子たちばっかりやし。この子たち売れてほしいやんいやちょっと悪さが足りひんのよねいい子すぎ素直でいい子すぎるからなんか色気とかなんていうのちょっとこうがめつさというかなんかまだこうなんていうのお客様みたいな感じで扱いすぎちゃうからなかなかこう高単価にはならへんのなかなかねそこら辺ちょっと教えてあげないとなっていうやっぱ女の子もお金使うの楽しいからそうなんだよっていうのを伝えてあげれるかなと思ってます楽しみにしてください南の熊ですよろしくお願いしますお疲れ様ですただいまで初回のお時間終了となりまして送りの方を選んでいただきたいですお決まりでしょうかどうしようめっちゃ迷ってるほんまにそうめっちゃ迷ってます一番印象が良かっためっちゃ迷ってるマジで迷ってるよかったかしこまりました